始まってんのこれ。譜面が始まってるみたいです。はい、いつの間にか始まりましたけれども、本日は、ソニーパークにお集まりの皆様こんにちは。そして、各家庭やら職場でご覧の皆様こんにちは。宇田民夫です。はい、本日このソニーパーク展の一環で、音楽は旅だというテーマで、出張カンタビレ、出張カンタビレだっけ、出張一人カンタビレを行います。これは一人カンタビレというのはさっき聞きましたけど、10年ぐらい前にツアーで、レコーディングの様子を皆様に見てもらうという企画でやったやつです。10年経ったのはもうやる気がなかったからで、なかなかしんどいので避けて来てましたけれども、今回ソニーさんの依頼により、ソニーに言われたらお世話になってますからね、断れなかったです。あと、もしかしたらこれでなんかソニーのカメラとかくれるかもとか思ったりしながらまあそんなことで、このなんつうのソニーパーク展、展示はずっとしてるんですけども、このカンタビレをやるのは今日と17の2回ですね。で今日1回目です。ご存知か、まあ、どんなものかご存知の人はご存知だと思いますけども、まあ、2、3時間かけて1曲を仕上げていくというものなので、2、3時間も見てるのに1曲しか聴けないです、はい、分かっておいていただきたいと思います。まあ、そういう意味では家で見てる人の方が気楽でいいと思いますし、まあ、なんなら最初の1時間ぐらいは曲になってないと思いますので、見なくても大丈夫、うん、そんな感じです。だんだん分かっていきますから曲がね、はい、ではやっていこうと思います。一応曲を作ってきまして、仮のギターとか僕しか聴かないですけど、それはそれに合わせてまずドラムを取って、ベースを取って、ギターを取って、なんかいろいろ取って、最後の方に歌を取ったりしてミックスして流して終了みたいなやつでございます。まずはドラムをやろうと思いますので、よろしくお願いします。ですね、ちなみに譜面が皆さん、ここに今日来てらっしゃる皆様には譜面がいってるんですけども、ここにあるのか、これソニー1っていう仮タイトルがついてますよね。もう分かる人はこれでどんな曲かも分かるんじゃないでしょうか。分からないですか。こんなです。まあ僕書くのが下手なんで、書き方も間違えてる可能性もありますけど、なんとなく
わからないですか。わからないですね。じゃあまあドラムやりますか。はい、ここにありますドラム、ちゃんと割とスタジオでレコーディングする時ぐらいマイクが立っています。何個あるでしょうね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11、 え、転がってんのもあるんですか。11あるそうです、マイクが。すごいですね、ドラムだけで11。あ、すいません、お尻。ちょっとここに謎のものがあるの分かりますか。これ、これなんだか分かります。これあのスピーカーですね。これ今裏ですけど、いわゆるこういうスピーカーのがあそこに吊り下げられています。これはスピーカーとマイクっていうのは構造は実は同じで、吸うか出すかの違いなんですよ。だからスピーカーをマイクにすることが、マイクをスピーカーにするのは難しいですけど、その逆はできるんです。でこれ何がいいかというと、なんていうんですかね、 これをマイクにしたところで普通にこういう綺麗な音は取れないんですけど、低音は取れるので、ここにマイクがあって、これはあのドンドンって向こうからドンドンってやるやつを狙ってますけど、こいつはこのなんとなく全体のモワンモワンっていう低い音を取ろうとしてます。もちろんここにマイクを立ててもいいんですけど、こんなことするエンジニアさんもいます。まあ何人かいます。これちなみにまあ細かいこと言うと、ヤマハの 10M っていうスタジオモニターで有名な白いコーンのスピーカーです。でこんなブラブラします、はい、これはまあなんとなく見た目に珍しいんじゃなかろうかね。まああとは普通です。じゃあドラム、ここはあのコンクリで結構ちょっとまあ響くんで、ちょっとなんかかっこいいですよ。ではここにはクリックと仮のギターやらないやらは聞こえてますけど、皆さんには多分ドラムしか聞こえない状況になっております。まあ徐々に想像していってください。ちょっと待ってくださいよ。はい、お願いします。
間違えましたけど、イントロが全然ダメです。もう一回やっていいですか、イントロ。イントロいっぱいやることがなんかとっちらかったんですよ。間違えたというよりも、まあいいっちゃいいんですけどね。聞いてみます、イントロ。熱っ。聞きますか。本当はずっとバン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 なんだよね。まあいいや。本当ってこれが本当なんだからいいんだよね。嘘じゃない。はい、ドラム終わりです。もうこんな11チャンも使ってもうこれ終わりです。さあ、ドラベースか。俺ここで全部やればいいの今回。ベースです。これまあ YouTube でよく見ると思いますけど、おい、ユニボックスという昔の日本製の某なんかどこかのに似てるコピーモデルみたいなやつです。上がってってもいいのかな。これ。これもアンプだ。ボリューム。もっと上がっててもいいよね、きっと。アンプが。ちょっとかけて、かけて。DIM って書いてあるものがディミニッシュって言うんですか。あ、ごめんディミニッシュって言うんですけど、これがベースでやるのがむずい。ってことね。進行とかこうなんか、はい、説明するのはどうですか。進行、ダルセーニョとか。あ、ダルセーニョ。あ、じゃあちょっと譜面見てくださいね、皆さん。あれ、あれ、モニターにも映るのかな。上からイントロでしょ。イントロ8小節で A って書いて A メロ、こっから歌が始まるんですけど、 G ディミニッシュから始まって、ここ
12345678の CG のところにマスこう線が引いてありますけど、これ要するに9小節目が足されてるっていう意味です。本当はこういうふうに書かないですけど、ちゃんとした譜面だと単純に1小節増やしたいけどページがもったいないから、ここもう1小節あるよと、はい、僕らの仲間内でこれで通用します。で、なんかその後にカッコぽよぽよみたいなのがあるけど、それリピートマークといいまして、また A の頭に戻ります。これを2回やるってことですね。で、2回やりましたら今度は B に行きます。で、A、C で、この次の模様はもう同じことよということで、 A、C、A、C で、また A、C、C、ここ1小節だけで、C に行きます。で、8小節やってじゃないね、8小節行って9、10まで続いてソロっていうところに行きます。わかりますかね。これもギターソロだかなんだかベースソロだかを入れようとしております。それが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 小節来たら DS と書いてあります。これ任天堂ではなくダルセーニョ。ダルセーニョはどこにあったかというと、ふと戻ると B っていうところの右に謎のなんかほにゃほにゃ S みたいなやつで丸してあるやつがダルセーニョ、ここに行けということです。この DS の文字があったらこのふにょふにょに行きなさい。もう一回 B に戻るということですね。ほんでずっと行って C も行ったら、今度は C の8小節目に OT マークが失敗したみたいなのがありますけども、これはコーダマーク。このコーダマークはどこに行くかというと、下の方のコーダマークがにです。ありますね、さっきの DS の次にここに飛びます。ここからで、要するにこれサビをもう一回繰り返す感じっていうことですよね。で、そのまま持っていく。で、一番最後の行はまたあのリピートマークが汚いけどあるんで、これ 4小節を2回やるっていうことです。わかりますかね。まあ、こういう簡単な譜面でいつも、まあ、例えばこう斉藤優太も本当は普通のちゃんとしたやつも見れるけど、こういうので我慢してくれています。はい、本当にそれあのコーダマークが OT マークにちょっと近いので、いつも僕あのタイトルとの一番右上にあるでしょ、ちっちゃい OT マーク、これがコーダマークだと思われる時が時々あります。小原玲がここに飛ぶのって言ったことがありますけど、はい、で一応説明するとこの譜面も見やすいかと思いますんで、見ながら行ってみてください。まあ、これ一回じゃできねえな。ではベースです。おかわりお願いします。これちょっとグラスが小さいです。あの今度売るやつでください。何飲んでんだと思われるかな、これ。ハイボール。さあ、行こう。熱っ。え？あ、これ？単独いる？ちょ、一回出して。まだこういう段階なんで、あのトイレとかはもう自由に行ってくださいね。そんなまじまじ見るようなもんじゃないよ。
ていうかベースはもうちょい上げりゃいいんじゃない、うん、単純に上げとこう。あ、それ？はい、ではいきます。
おお、割と間違えた。難しいなこれ。どうしましょう。聞いていきますか。はい。あっちいなマジでここ。つってか、あ、八つつ、九つか、うん、やるわ、うん、ちょっと待ってね。はい、はい、あ、ごめんごめんごめん。GG なんだ。はい、すみません。聞いていきます。B○○ はい。その後間違えてないのかな。ちょ聞きましょう。その後
はもう一回2番もやっていいですか。ダルセーニョ語。はい。後半5、6、7、うん、あそうか、俺全然ダメだ、最初からまるで間違ってるわ。今一緒2小節ずついったもんね今俺。ああまるで違うやん。はい、もう一回全部全部。A じゃない、 B。 あ、はい、はい、まああのちょっといろいろありますがこれぐらいにしといていいですか。だいぶこけてるとこもあるけどね。これ今日中にベースで終わりそうな気もするんだけど。ベース終了です。おい誰か褒めてくれ。終了です。そっちにスイッチがあるって。これそっちにいるものっていう設定だったんだな、これ最初は。次ギターです。ギターが入るとだいぶあのなんか分かるんじゃないですか、感じが。これね、この素晴らしいこのマグカップの欠点が分かったんですよ、さっき。こう全く見えなくなるんですね。譜面見ながら飲んでたんだけど、こう世の中のことが何もわからなくなるんですね、このマグカップ。ギターそれ赤いギター、アンプは一応さっきちらっとリハーサルをしてみたところ、これこれマイクないから動かしてもいいよね。これです。グレッチと書いてありますけど、グレッチの昔のギターアンプです。これは特徴はスピーカーが楕円、ここにもあるんですけど楕円なので替えがありません。で、こいつちょっと壊れ、スピーカーが壊れましたが替えがないのでスピーカーを
スピーカーシミュレーターに今しました。でこれとあそこにあるんですけど、マグナトーンっていうアンプがありまして、これですね、わかりますかね。これトーンマスターとここに書いてありますけども、マグナトーンっていうメーカーのアンプです。これはなんて言うんだろう、こっちはビブラートじゃないや、トレモロ、音がハッ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 ってワン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 ってなるのがついてる、まあよくついてる、フェンダーのアンプにもついてます。こいつはトレモロじゃなくて、え、なんだっけ、ビブ、なんていうんだこれ、なんて言えばいいの、ビブラートか、トレモロ、こっちがビブラート、こっちはトレモロ。これは音程がちょっとうーんっていうのがうーんってこうなります。さっきのは音量がフワン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 ですけど、こっちはうーんちょっと、要するにうー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 と一緒です。トラックですそんな強くはかからないですけど、いすゞのならかかるかもしれないですけども、こう緩やかに音程がこうふうってなる、それがビブラート、マイクじゃなくてそれを2発同時に鳴らしてみます。その結果的にどう使うかは、まあ、自由、どっちか1個でもいいしなんですけど、とりあえず2つ鳴らして撮ってみようと思います。ビブラートつってもフワンフワンフワンの時もあるけどね、いろいろ名前ややこしいですけど、まあ詳しい人なら、例えばローランドの JC100 っていう、まあ、100も50もあるけど120かアンプがありますけど、あれはコーラスみたいなのかかるでしょ、あれはコーラスだけど、音程もちょっとやっぱりプーじゃなくてプーっていう風にちょっと いじるんです。それがこうなんかちょっと気持ちよかったり、はい、でもトレモロっていうのはまあ昔のやつよくついてます。これは単に本当にこう信号で言うとハッ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 ワッハ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 ッ、音程は一緒ですそんな歌い方する人はいないよね音程そのままの人ねいないね。はい、できました。はい、続けてやるんですか。なんか俺休みが全くないんですけど。休憩ですか。ギターやったらちょっと俺袖に引っ込んでいいですか、一緒。じゃあ今言ったちょっと音でどっちか、じゃあこっちだけ出してもらっていいですか。こっちだけ、あ、これ出るからな、こっちから生音が。あ、そうかそうか。今こいつです。ほんほんほんってちょっと言ってますね。ほんのりですよ、こんなのって。わかりますかね。音程は変わってないんです、これは。そしてそれに対してこっちは自分でやるっていう話。わかりますかね。こうホンホンホンってのと同時に音程も揺れてるんです。揺れてるっつってもその生の音はあって、そこに足されてるんですけどね、その揺れてる成分が。
、まあ、微妙な世界ですけれども、で両方出す。さあそれで行ってみたいんですけども、こっちはまあスピーカーシミュレーターを使ったので音が、生音が出てないですけど、こっちはここからもう音がしてますんで、結構でかく音が、そんなでかい音がするアンプじゃないけども、まあ出ますよね。だからアクリル板はしてますが、こいつのギターが多めに多分皆さんには聞こえると思います。あの全国の女子高生はそれはないと思いますけども、なのでここにいる方は女子高生じゃないんで、どう見ても、ちょっとこいつがデカめに聞こえますけど、まあそこは生々しいということで、でヘッドホンする。これすごい今時間かかってきてる。何分経った？もう こんなに経ったの？終わるこれ今日説明が長いのかな。いやいや終わるかな今日、明日も来ようかな。では行きます。あ、これだね。あ、ごめんちょっと待って。そうか、はい、小説で言ってしまうのは B の頭からお願いします。今回あれだね、そういえばあの10年前やった時さ、間違えたらなんか真っ赤になってなかった、照明がガーンみたいな。今回優しいね。あれひどかったんだよな、あれなんかすごいこうあーってなったもん。すいません、 B から。
空振りしたよ一箇所で、あれ B だっけ、また B か、空振り聞いてみていい？あれ、分かるやん、もう見て波形でバレてる。最近波形でバレるんですよね、遅れたとか、なんか間違えたとか。さすがにコードが間違ってもこれはバレないけどね。そこをお願いします、はい。これ、これはこれで、はい、はい、では、ギターの1本目終了です。ありがとうございますじゃあ次ギター2本目いくんで、ゴリちゃん、デスポールのどれかと、あそこになんか知らないトーンベンダーがあるからそれ使ってみようと思います。で、これでこれ、はい、いいですか、うん、ちょっとセッティングします。スピーカーどうしますか。スピーカー趣味でいいですよ。 OK だっけ。はい、ちょっとセッティングしますんで。うるさいね、セッティングしてるのに。質問が来たりしてるんですかね。
これあのチャットの画面とかに切り替わったりするんですか？買った人いるんだな、マグカップバッカだな。これでもいいよ、本当にうどんが食えるしね。そのためなんですよ、これ本当は。これハイボール飲むためじゃないよ。こうやってラーメンとかうどんが食えるっていうやつだから、アウトドアでいいでしょ。ただ俺はこれを焼酎もこれで飲みますよ。作らなくていいじゃないですか、何回も。さっき知ったけど、こいつがこういたということはこうしないとうまいこと見えないんだな。あれ、チャット画面はできないですか、こっち。なんか時間かかってます。あれ、質問とか来てないんだっけ。質問みたいなの来てる？まああれ、ここなんかこうチャットが流れてる画面になってなかったっけ、さっき。それはこっちには出ないんだ。え、でも俺は見れないんだ。何？なんか間違えてんね。ここに来てるんだよ、だって。それじゃないんだよ。それだよ。このマシャルを使おうと思います。ちょっと弾いて。なんでいいですよ。はい、スペシャル、レスポールスペシャル、オーティーモデルのオリジナルか、違うか。随分なんか黄ばみました。もっと白かったですけどね。汚れたの？
あ、来た。あ、はいはい。あれ？チューナーは？これはもうどうしようもないんじゃない？増えたね。え？あ、それのレベルをもうちょっと、トーンベンダーのレベルをもうちょっと下げてみたら。っていうか、いきなり知らないやつ分かんねえもん、これ。この人ね、勝手に変えるんですよ、自分、俺のエフェクターボードのエフェクターを。もうすでに3個ぐらい知らないやつがあるんですよ。ミュート外していいですか？あ、はいはい。あ、もう大丈夫ですよ。全然大丈夫。で、シレットも元に戻ってたりね。あ、ダメだね。ノイズは変わらないや。ちょっと戻してじゃん。あ、金にする。金。金。このブーンはでも、何？あいつを踏んだら止まるでしょ？そいつ踏んだら。なんだよ、あの紫のやつとか見たことない、初めて見た。鼻がうるさいね。それがまたこのブーンが G にちょっとシャープしてんのよ。これギター変わりました。スタンダードのデスポールの金色変わらんやん、ノイズ。入れてみたいと思います。あ、まあいいや。すごいじゃん、ブー。はい。
あれこれじゃないんだっけ。これだよ。いや、合ってる。全然関係ない棒じゃん。あ、こっちか。お願いします。最初も入れといた方がいいのかな、これ。イントロも。イントロもあった方がいいのかな。持ってく？
イントロ。すごいノイズ。ちょっと B から聞いていいですか？次のまた B。 2番の B。前半ベースソロに戻ろうかな。ちょっとじゃあソロの後半ちょっと待ってね。はい、その A のところ、え A のところ、A のところ、ブーしか聞こえてる。 A のところ、A、C のところ、そう。ちょっと聞いていいですか？で、2、3、4、5、6、7、9、10、はいはい、11、12。入り口聞いていいですか？え？聞いていい？うん。
乾燥しましたね。これでどうなの？どっか変だった？最初の C はどう？ C ね、弾いてみる。うん、これ時々出すっていうのもあるんで、間違ってるところはミュートしちゃえばいいんだよ。はい、ギター2本目とりあえず多分大丈夫。間奏のところのベースに戻っていいですか？ベースソロ的なやつにちょっとしようかな。忘れてた、さっき。なんか来たんですか？ヘッドホンもマイクになりますか？なりますよね、みやちゃん。ヘッドホンもマイクになりますか？だってなるよね。なりますよ。なるよね。あのイヤホンもなります。なります。なります。今電話みたいな質問が来ました。電話みたいな音になります。あ、電話みたいな音、うん、ドラムにも楽譜みたいなのあるんですか？ありますよ。ドラムはドラムで、ドラムのなんかフレーズ入れたり、まあ、使う人と使わない人いますけど、あの川西さんは川西さんで作ってますしね。はい。どれかな？何に向けて作られた曲なんでしょうか？これだよ。何きっかけで曲は湧いてくるのでしょうか？確かにね、なんか曲を作り始めた頃っていうのは、どうしたらいいのって思ってたもんね。最初がわからない。まあ、なんかのパクリをやってるうちに分かってくる感じ。何々風のやつみたいな。確かに難しいんですよ、最初ね。恥ずかしいんですよね、まず曲作ること自体が。ギターを買ったけどケースはありません。狭い家で保管する方法ありますか？置いといてください。あれか、ホコリにならないようにってことか。普通あるだろう、ケースそのまま持って帰ったんか？買いましょうよ、安いのありますから。ビニールみたいなケースも超安のがあるよ、はい。まあ、とりあえずそんなこと言いながら、まあ、後でまた俺
ソロ。はい。はい。ハシー、はい。はい。はい。今何時ですか？ベース終了6時半。え、1時間半。まあ、一応3時間目処で半分か。この後この一番嫌なやつとキーボードしたらもう歌かな。まあ、なんとかなるかね。なんかすごいこう10年前のあのなんか忘れたんでペースが全くわからないですね。そこの焦る気持ちばかりが。はい、とりあえず次じゃあこのキーボード的な、まあ、大したことは入れないですけどやろうと思います。セッティングできてんのか、もう休めないのか。確かに、はい、出るかな。出た。どうだっけ。Thank you.
あ、誰かやって。ちょっと休憩してきます。考えてきます。トゥル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 ってなったよね。これあの、あ、なんかいないね何も。メロトロン、まあ、いつも使ってるやつですね。昔の。ビートルズ的なやつですよね。ちょっと入れてみていいですか？ B、 B じゃない、 A の 2A、
2A。リピート A。あれもっとテレレレレって言ったのあるよね。ちょっと待ってね。大丈夫、聞こえる、聞こえるよもう、出るとこないよね。うん。A 最初だけだもんね。これ A の最初からいる？誰に聞いてる？これ今。いる？あ、最初はテレレじゃない。難しいこと言うな。これ。目立つ音だ。あ、変わる。あ、不思議ちゃんみたいな音が。ちょっと 1A これ入れてみていい？サビか。どうすんの？これか。ちょっと待って。サビ。
敗はしたけれど、ちょっと聞いていい？ストリングスみたいな。やっす。地味？オクターブ上げる？これで。2番はなんだ？長いんだろ？これの長いやつだろ？でーん、
ぐらいでいいっすね。まあ、歌とかコーラスとか入りますから。キーボード終了です。出ない。さあ、これタンバリンとかいる？誰に言ってんの？タンバリン入れるとしたらどこ？そこ？それ？え、マイクよ。タンバリンってある？あるよね。どこで撮る？ちょっと待ちよ。タンバリン待ってましたとか言ってるぞ。嘘だろ。待ってる？やったーとか言ってるぞ。入れてタンバリン。気使ってくれてんだかなんだか。あ、質問？タンバリンなんか食いついてるよ結構。会場のお客さん疲れてないかなですって、僕が見る限り元気は半分ぐらいになってます。来た時よりちょっと腰が痛えなみたいなムードが、そのなんか硬い椅子だからね、はい、ちょっと運動してください立って、はい、した方がいいですよマジで、はい、ストレッチしてください。多重録音する順番に意図はあるのですか？意図は一応ありますよ。やっぱドラムから行って、要するにまあコンコンコンっていうクリックを聞きながらドラムを叩くわけですけど、そのドラムはやっぱりクリックからちょっとずつずれたりくっついたりしているので、もうあとはそのクリックをあんまり聞かないでドラムを聞いてベースを入れる、そしてギターを入れるってやった方がリズムがそのみんな一緒になっていくという理由があります。ギターから入れると、例えばその後ドラムベースを入れると、最初に入れたギターは何も聴いてないで弾いてるギターなので、なんかやっぱ変なんです。そのドラムベースを聴きながら弾いてるギターとは違うのでノリが悪いっていうことですかね、はい、たくさんあるギターの中からどういう基準で選んでいるのですか？適当です。まあ、今日は割とその突拍子もない音が出るギターではなくて、割と便利に使えるやつが来てます。あとは気分ですね、はい。アコギを買いましたが弦が痛くて、弦っていうのがカタカナのがちょっと可愛いですけど、弦が痛くて押さえるのが辛いです。コツはありますか？僕も弦が痛くて押さえるのが痛いんで一緒です。コツはないです。痛いです。カンタビレは曲を録音される前に歌詞ができていると思いますが、できていない時と演奏は変わったりするのでしょうか？あ、でも歌詞が最初からある場合は変わるかもね。なんかその歌詞だって言ったらなんかフレーズも変わるかもしれないですね。なんか激しい言葉を言ってるとしたらブンブンってするとか、そういうことがあるかもしれないですね。だから歌詞が最初からあるのとないのとでは演奏がもしかしたら違うかもしれないです。それどっちがいいかは別として、手が小さい上にピアノをやっていて、もうちょっと面白いですけど、ギターを弾くには手首が曲がらず
ギター独特の構えができません。何かいい方法ありますか。どういう感じですかね。こうなってるんですか。独特の構えができません。こう弾こうとしてる。いい方法はちょっと分かんないですね。まあでもギターの音かはやっぱり最初に持って鏡の前に立ってこうこうかこうかってやるとこからですよね、ギターはね。まあ最終的にいろんなこと形になって俺もこんなすごい猫背になったりしてますけど、最初はやっぱ鏡の前でこうその弾きやすいかどうかよりも形ですよね。で、あとはまあ手首が痛いのは俺もめちゃ痛いんです今も。なのでもうそれはね、指が痛いとか手首が痛いとかプロは痛くないと思ったら大間違いで、痛いです。はい、まあ、そんなことですか。あ、タンバリン来ましたね。タンバリンいつも使ってるこれラディック製の、これダブル、これシングル、皮付きタンバリンです。皮なしチャイチーです。これは楽ですね、あの空気抵抗がないんで。皮なしはこれができますけども、これはできません。タンバリンゲー来たって言ってます。タンバリンゲー、すげえ喜んでる。タンバリンプロだとか言ってる。待ってました。何、俺のタンバリン人気があるの。じゃあ今回の曲でやるのはどうだろう。サビは 16?遅いぞこれ普通のところ。今日のメイン来た言ってます。そうなったんですか。はい、テンポがすごいからなこれ。こうか、A はいらんな。でってでってじゃんでってことですかね。ね、イントロやって A は抜けて、まあいいや、やればいい。あ、というかどれがいいですか。じゃあこの皆さんに決めてもらいましょうか、どれがいいか。まずこれ。そしてシングル、まあ、あんま変わらない。そしてチャイチどれですか。これですか。まず最初のやつ、あれ、これまさかこれ？マジで？それこのこれだけの話じゃなくて？音には何の影響もないですけど、まあじゃあこれにしようか。じゃあ楽は楽だから、これ俺は
そうなんすか。え、エンジニア的にはどれよ。どれ、これ、これ却下されました。これになりました。行ってみましょう。じゃあイントロからいきますよ。コメントが面白くて。はいはい、入れてみますね。いらないかもしれないけど、ちょっと待って、今のちょっと頭すっこけた、頭こけた、ちょっと聞いていい、今の頭、今ちょっと気合が足りなかったから。前半をやります。何だったか、バレなか、バレたか。はい、we'll be right back.
これがだから一番辛いんですよ。重いからこれをやらすんですよ。あーだー、はい、タンバリン終了です。やらせたいわ。やってみます。ちょっと俺タバコ吸いに行ったらずっとやっててもらった。どれぐらいこうしんどいか。こうこう。そうこう。じゃあ頑張る。そうです。お願いします。暑い空気抵抗があるからね、あの皮がついてるから。だから俺としてはあのチャイチーでやりたかったんですよ。あれならずっとやってられるんですよ。さあということで歌ですね。いよいよ、まあ、やっとどんな曲が分かる。最初歌詞見ない方がいいですね、皆さん。俺ちょっとだからキッカー工事風に歌うから分からないかもしれないです。あれ歌ここでいいの？そこか。そこで俺だって本当はそこにいるんだよね、うん、全然ずっとこっちにいるじゃん、うん。あ、もう手がダメです。もうなんか震えてます。まあ震えてますっていつもですけど。やる、何を？やるやるやる、すいません。あ、なんかあのびしょびしょ対策をしてもらってね。シンバル足で蹴るとか言ってます。一家工事風って言ったからですね。蹴るか。あのでもこの低さなら蹴れるってこと。あーダメだ、もう右が終わった。左でやれるようになる。でもなんかこうダサくなるよね、左でやると。7時過ぎ。これでも大丈夫でしょ。あ、でも歌が下手だったらダメだね。あ、あ、ははは、はいはい。
チェックチェック、はい、いつもの SM585% って言われてるよくあるやつですね。ボーカル、まあさっきのああいうやつもボーカルよく使わせて、あっちの方が高いし音もなんなら、なんつうんだろうね、レンジが広くていい音かもしれないですけど、僕のボーカル声の質っていうとかそんなこと考えるとこれで十分です。これは安いですし、まあでもボーカルって割とこれ使ってますよね、ライブとかね。あとラッパーは必ずこれでしょ、ボッパーでしょ。まあルックスもあるんでしょうね。ああ、これキーそんな高い曲じゃないんで、あの楽は楽なんですけどね。まずだからまあ俺しか知らないからそんなもんだと思うだろうけど、いきなりうまく歌えるのかどうかが分かりませんね。わー、どー、わー、わー、えー、うー、あー、うい、うー、さあ出していいっすよ。あ、出てなかったですか今。あ、あ、うう、のにょう、ああ、うう、ううう、だだ、よし、行ってみよう。おお、行きますよ、歌。まあ、今ドラム、ギター、キーボード、タンバリンとかやってきましたけど、まあ、個人的にはこれが一番楽ですね、僕は。当たり前ですけど。はい。なので、1回で終わらせたいですが、多分、無理かな。さあ、行きましょう。これ3でいいの？よし！うわっ！うん！ゴーゴーゴー！おうおう！え、俺自分でやるわ。ごめん、こっち聞いてた。そっち聞いてこっち回してたからでしょ。そうそう、頼みますよ。めちゃめちゃでかかった。ラウドドドイ、みんな早くて昨
とりあえず間違えたところが2番の A、 人の話を聞き逃したり、はい、見たりして人の話を聞き逃したりして、よし、あとどれかや、あ、ま、言えなかった、ここだ。あればいいってもんではないよ、何かが体に当たって起こしてくれたらいいよ。自分が書いた字が読めないってことだね、これ。あればいいってもんではないよ、何かが体に当たって起こしてくれたらいいよ。風でも棒でも人でも何でもいい。いいのかな、ちょっと聞いてみましょうか。歌詞これコピーしてないか、これ映せる歌詞、誰かモニターに出るかな。あ、こうしてこうか、こうしてこうか、こう映したら見れるか。見れても字が汚いから見れない説もあるよ。ちょっと頭から聞いてみますね。めちゃめちゃでかかった。
あればいいってもんではないよ。何かが体に当たって起こしてくれたらいいよ。風でも棒でも人でも何でもいい。間違ってると思う。目的地って伸ばすとディミニッシュじゃなくなりますので、目的地ってならなきゃダメなんですね。ずその前なかったっけ。いいよね。あ、草、最初の草が聞こえにくいのか。聞こえるか。目的地なしでいいよだな。あればいい、あればいいってもんでは難しいの。それを直しましょう。あとこれ、あのもう一回歌います。ダブルってやつ重ねてちょっといい感じになる、こまけるやつね。時間がかかりますけど、サビ。目的地なしで。浮かぶか。あ、ここも違うんだ。浮かぶぶ浮かぶかの方がいいのか。あ、違うな。浮かぶ浮かぶか。浮かぶか、浮かぶか、目的地なしでいいよ。目的がなくていいよ。あればいいってもんではないよ。あ、入らなかった。チキショー。でいいよ。あればいいってもん。
んではないよ。ダボこれ。こういう時どうすんだっけ、外すか、一個草の、え、いや、大丈夫って、あっと振るか振るか、はい、ちょっと、ちょっとテスト、誰的にでもそれそれいいよ、何か何が当たって、God.
かブーか。ブーかブーか。目的地なしで言う。目的がなくていいよ。あればいいってもんではないよ。何かが体に当たって起こしてくれたらいいよ。風でも棒でも人でも何でもいい。踏むか。今からちょっとひたすらやっていくんで、まあなんとなく見といてください。B。むむかむかいるかな。むかむかかぶか。
消した。別のちょっとあげよう。ブカー。と下か。ふかふかか。ふかふかふか。ふかふかふか。これ2番じゃん。ぶか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 。ピピしたかったけど歌詞が違うやん。おうおうおう。うかうか。うか。いけるかな。うわ。出かけたくなる。ぶかこうぶか。うわ低いねこれ。ぶかこいつがでけえって。ぶかぶか出かけたくなる。ぶかこうぶかこうぶか。うるさいお前ら上のやつら。静かにせえ。ぶかでいいのか。うかぶかうかぶかのでいいのか。うか出かけたくなる。ぶかか最後。ぶかぶかぶか。低すぎる？なる。
違ってても2番コピペしたらダメかなバレなくない微妙に違うんだけど徹底ってどこだこれ適当にこの辺にして間違えてる首が痛いのこの角度違うね、確かに。あ、こうやってコピーされなかった。えい。なし。これなし。えい。バレないよ今皆さんは知ってるからバレてるけどでこれもし首がやられるのこの角度もっと低いなるんじゃんその後これ別のところでした方がいいしてくれたらいいよ
風でも棒でも人でも何でもいい。セブンスだからな。いいじゃないもんね。なんでもいい。そんなあり？起こしてくれたらいいよ。風でも虫でも橋でも棒でも人でもなんでもいい。で起こしてくれたらいいよ。風でも虫でも橋でも棒でも人でもなんでもいい。ごまかしたけど抑揚でごまかしたけどダメ。で起こしてくれたらいいよ。風でも虫でも橋でも棒でも人でも何でもいい。バランスを取れば大丈夫ということが一番もダメなんだな。いいよ。風でも棒でも人でも何でもいい。押してくれたらいい。消してもうた。押してくれたらいいよ。風でも棒でも人でも何でもいい。押してくれたらいいよ。風でも棒でも人でも何でもいい。
最後のとこね。うん、もういい。でもそれはそうでいいよ。何かが体に当たって、何かに体をぶつけて起こしてくれたらいいよ。風でも虫でも橋でも棒でも人でも何でもいい。最初から上の方がいいのか。風でも虫でもか。でもそれはそうでいいよ。何かが体に当たって、何かに体をぶつけて起こしてくれたらいいよ。風でも虫でも橋でも棒でも人でも何でもいい。でかいって。でもそれはそうでいいよ。何かが体に当たって、起こしてくれたらいいよ。風でも虫でも橋でも棒でも人でも何でもいい。あれ、あ、そうか。 B メロ、 B メロ。バランスをこんな感じですかね。何時今。おう、あと5分よろしくとりあえずボーカル完成ということで、まあこうね、まあこれやればキリがないんですけれども、いくらでも入るっちゃ入りますしね。まあここはこんなことで今日の出来事ということです、これで一応、録音するものをすべて取り終えたということにしてください、ちょっとみやちゃんのこの作業があってのこうみんなで聞くの回でございます。とりあえず録音終了です。なんかここ鈍くなってんだよ。ですのでちょっと時間がかかると思いますので、まあ休憩、トイレ行く方は行っていただきたいと思います。あ、やっぱり過ぎるか時間は。まあでもこれぐらいだからね。ちょっと休憩していいですか。
ああいいよ。なんかこいつすごい疲労の色が見えると思わないですか。なんかシワシワだし、なんか腕が上がらなくなってないですか。なんかもうちょっとこうなってたような気がするんですよね。ダメだ。あいつはね、あのなんかいつもピーンとしてる。今こういうなんか貴族のお辞儀みたいなしてる。消えてしまってる。質問が、以前タンバリン間違えると頭から取り直してましたが、なぜパンチインで直さないのですか。多分だから間違えたけど、その前も気に入らなかったからじゃないですか。それが完璧に進んでるのにそこ間違えたってなったら、多分そこだけ直すと思うんですけど、あ、でもこれあれの話かな、簡単カンタビレの話かな。だとしたらアナログなので、アナログで撮ってる時はパンチインって失敗することがあるんで、あの頭からやった方が安全だからじゃないかなと思います。アコギとエレキはどっちが弾いてて楽しいですか。まあ正直エレキの方が本当にあのただ単に手が痛くないっていう点で楽しいですね。アコギは本当にあのライブ弾き語りとかやると本当に痛いですからね、終わったら。エレキがいいですよ、非力な人には。タンバリンのマイク、タンバリンの質問やったら来るけど、そんな好きなん？タンバリン、タンバリンのマイクは何ですか。タンバリンのいいマイクは何ですか。オフマイク気味の方がいいですか。あ、オフマイク気味の方がいいですね。あの近いとこう振るから、そのパンっていうのとチャカっていうのと、あの前あの YouTube で説明したんですけど、さっきも多分そうだと思いますけど、マイクあいつが多分こっち来たんでしょ。あれあの立派なノイマンの6な、なんだっけ87かっていう、あの割と高いマイクですけど、あそこハイハットについてるようなマイクとか、あのなんていうんですかね、こう 5% とかじゃない、ダイナミックマイクじゃない、なんていうんだっけコンデンサーマイクとかの方が使いがちかもしれないです。まあでも 5% でもいいんですよ。で今ここでこうやってたと、ここにあったと思うんですけど、マイクが、それはこのパンっていう音がでかくなってしまわないように、このチャッキーの、チャッキーが割と大きく取れるように多分ここに置いてありましたね。ここで、それをマイクのとこでやるとパンがでかすぎるっていうことになるので、そういうマイキングを一応
しました。タミオさんの G コードが僕の G と違うんですがどうしてですか、小6男。小6でそんなにいろんな G は持ってないよな。 G コードね、ローコードのことですかね。普通、ま、これが普通 G、 まあいろいろ押さえると場所は一緒ですけど、押さえる指が違ったり、ここも押さえたり、いろいろまああるんですよ。そういう話、こう押さえるときはだからその前後のコードが何かによって形が変わるんですね。例えば Am とか弾いてて次が G の場合ってやるよりもこのままいける、この流れで違うと思うんですよ。小6一緒ですって、僕の G と違うっていうよりそんな違わないんで大丈夫、そっちのあなたの G でいいですよ全然とか言って全然違ってたりしてね、はい、もう G いろいろね、いろいろありますから G 全部 G ですから、はい、あと何ですかね、歌詞完成までにどれぐらい時間がかかりましたか。歌詞完成までに2日かな、まあ、ずっとやってたわけじゃないですけど半分ぐらい、どれぐらいかかってんでしょう、全部で2時間ぐらい1時間ぐらい、なんか最初ができるとできるもんなので、こうそれまで考えてる時間が、まあ、もちろん何時間もあるけど始まると1時間ぐらいだったんですよ多分、はい、とか言いながら8時10分ぐらいになってますけども、まあ、きっともうすぐで、音が若干違うのは気にならないですか。ですよね。まあ確かにね、あの本当のレコーディングならもうちょっとちゃんとやり直してますけど、ちょっと時間の都合もありますし、この間違ってんなとかっていうのってもういいんです割と、あの間違えたなと思われる場所で、まあ、ライブでもありますけど、その間違えない方が覚えてないから、あの時間違えたなっていうのを覚えてる方が個人的にはその記念になってたり勉強になってたりするんで、本当は間違えたっていうところをあんまりこう直したくない、そんな感じですかね、はい、もちろんそれは曲が台無しじゃんっていうほどだと、うん、ダメですよ、うんうん、まあでもまあ正直この企画の場合ちょっと時間との戦いっていうのがありますので、はい、そこは僕がもうちょっと間違えないでやれよって話でね、ちょっとそこは反省するところです。さてさて、あこれね、一応新しく出たやつですね。まあもうこれうちを売り切れちゃってるのかな。他になんか来てますか。間違えるのが民を風味
って言われるのもな。間違えるの好きです。わざとは間違えないですよ、でも。あ、座って歌うのと立って歌うのはどっちが歌いやすいですか。どうでしょう。あのこういう流れで座って歌うことの方が増えてきてるのもあって、例えばユニコーンのレコーディングとかでも座ってる方が多いかもしれないです、今は。ただまああの異様にキーの高いちょっとメタルチックな曲とかは、なんていうの、気合の問題で立ちますけど、立てば高い声が出るわけでもないですね。あ、でも最後の方は少しはあるかな。座った方が低い声が安定するような気もしたり、まあまあそれは人それぞれなので、ここにギターアコギを抱えてる方が、なんつうの、感じが出たりする時もあるな。ちなみにあの某水さん、Y 水さんは歌いでる時持ってました。なんか弾くふりして、弾いたら入っちゃうから弾かないんだけど、持ってやってましたね、歌入れ。はい、それも人慣れがあると思います。座った方が慣れてきた、今は。年取ったと思ったのはどんな時ですか。全てです。どんな時でしょうね。まあ僕の場合、僕の場合というか、見たくなくても昔の絵を見ることが多かったりするんで、まあ嫌でも全然違うじゃんと思ったりします、ね、見たくないのに見てしまう。さあそんなことでね、もうそろそろかな、まだかな。この曲は配信リリースされますか。されるのか。まあもしするとしたら、この今ミックスしてるよりもうちょっと落ち着いてミックスをし直してから配信するんじゃないでしょうかね。このままこれ出すのかな、一回。前の時はどうしてたんだ、配信してた、その日に。で、後でアルバムになるっていうパターンでしたね。あの当時もなん、そうか、その配信やってたんですね、10年前の。その YouTube とかはない、やってないけど。そうか。
ヘッドホンの中では何が流れているんですか。ああ、まあドラムとかやってる時はクリックね、もうメトロノームというかと、今日はあのこの曲もできてたので適当に歌った歌も実は入ってこっち外出なかったけど入ってたんです。歌とギターかな、それを聴きながらやりました。状況によっては本当にそのクリックとギターだけを入れてそれを聴きながらドラムをやることも多いですね。歌とかももう入ってない状況で一人でやるときはもう曲はもう自分の中で覚えたり覚えてたり分かってたりするんで、まあ聞きながらじゃなくてもいいかなとか想像しながらやったりします。苦手な楽器はありますか。これです、まあ、鍵盤はね弾けたもんじゃないですね。今回のワークシャツの着心地が知りたいです。これ今回あのソニーブルーで共用のやつですけど、今回のは結構ごつ硬いごつい丈夫そうなやつです。なんかペラペランってのじゃないやつ、長持ちすると思います。え、これって売ってんの。売ってる。結構ごつい。尺八を使った曲はこれから作りますか。ん、尺八いつか使ったっけ。なんか あもらったからか、誕生日に。あのねレコーディングしましたよ尺八。まあ、どっかで出てきますからこれかと思ってください。はい、相当しょぼいですよ。申し訳ない感じです。虫虫のような、ゴミのような尺八に食いついてきた尺八って言ってる。いや、あんまり食いつかれてもな、これだ、これかいって言われるだけだろうな。もうすぐできますからね。すいませんね、長くて。今回はあれか、お酒とかも、もう俺申し訳ないけど飲んでるけど、あんまりねいろいろできないで、俺的にはここなんかフィッシュバーガーあるでしょ、これ欲しかったなと思って。うまいらしいんですよこれとか言ってたら、今度のやつの時開かないかなとか。で、ここバーなんですよ。ここも閉まってんです今日。なんかせっかくあるのにね。はっはぁ、奥田民生モデルタンバリンを売ってください。あの子供のやつ、プラスチックのやつ、この人の顔を描いたやつにする。こんな売れねえか
でもな、使えるな、それも。そうかそうか。まあ普通に3時間ずっと座ってるだけでもう大変だよね。まさか？お？聞きますか？おお。では、まあ、タイトルね、さっき出てましたけど、まあ仮ですけど、目的地。何それ？では、これ。ここでいいの？いきますよ、ではえ、いいね。では出来上がったやつを聞いてみましょう。ドン。忙しそうにみんな早くて、昨日と今日も同じようにして、そしたらそういう時は出かけたくなる。鳥の目線で見たりして、人の話を聞き逃したりして、昨日も今日も同じようにして、そしたらそういう時に出かけたくなる。ふむか、いいってもんではないよ。何かが体に当たって起こしてくれたらいいよ。風でも棒でも人でも何でもいい。目的がなくていいよ。
体をぶつけて目を覚ませたらいいよ。目的地あればいいが、目的にそうだといいな。誰的にでもそれはそうでいいよ。何かが体に当たって、何かに体をぶつけて起こしてくれたらいいよ。風でも虫でも橋でも棒でも人でも何でもいい。はい、できました。ありがとうございます。ということで、ちょっと時間かかりますけど、できました。ありがとうございました。これ自体は、明日から僕いないですけど、展示はされてますので、ご覧になりたい方は来てください。今度また17日にもう一曲やろうと思いますので、そちらもよろしくお願いします。はい。長いこと本当にありがとうございました。それではさようなら。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。まあでもまだね、電車がないとかそんな時間じゃないもんね。でした、どうもでした。